こんばんは、大村です。今夜中の結構すごい時間に撮り始めております。昼間はもう暑すぎて何もやる気が起きません。まあ、ついても連休の間も多少外に出る用事はあるんで出て帰ってくるんですけども、帰ってくるともうぐったり、ああもう何もやる気起きまへんみたいな、しばらくポケーとしちゃいますね。で、夜遅くにクールダウンして動き出すっていう、今日もそういうパターンなんですけれども、もう暑すぎて本当に、去年とか一昨年ぐらいならまだ私も多少ニューヨークから帰ってきた人のノリっていうのがあったと思うんで、暑い暑いと文句言いながらも、ああ日本の夏だなってちょっと楽しんでる部分もあったと思うんですけど、最近はなんか日本の夏にしてもこれちょっとおかしくないかと疑い始めております。で、テレビつけるとどこどこで豪雨がとか、そういうニュースずっとやってるし、いろんなところでいろんなことが起こっていて、本当にこの先私たちは地球で生きていけるのかレベルで心配になってきましたがね。これ見てくださってる方はどうでしょうか。まあ、見てくださってるっていう時点で多少余裕があって見てくださってるんだとは思いますけれども、これから8月9月と夏は続いていきますから、暑さ対策なりなんなりちょっとね、皆さんね、気をつけていってくださいね。本当私も会社行く時とか帽子とか、アームカバーとか首にタオル巻いたり、見てくれ気にせずいろいろやってますからね。もう皆さん、みんなでやれば怖くないんで、変な格好もぜひぜひ対策してください。はい。で、そんな遅い遅い遅い暑い中申し訳ないんですけれども、宣伝させていただくと、私写真展夜のニューヨーク、こちら近づいてまいりました。7月26日水曜日から30日日曜日まで5日間大阪のギャラリーアビーにて行います。で、こちらね、詳しくは YouTube の概要欄にいろいろリンクを貼っておこうと思うので、興味のある方はご覧いただいて、いろいろ暑さ対策して来ていただければなと思うんですけれども、はい、こちらの、準備宣伝もちゃんとしなくてはいけないんですけれども、お気づきでしょうか、私今声がガラガラになっておりまして、ここ数週間ね、全く写真展の準備とかできておりませんでした。はい。3週間前ぐらいにちょっとお腹の調子悪いなっていうのが始まって、で、ある日外を歩いててね、で、結構お酒を飲んだ翌日だったんで、二日酔いで気持ち悪いのかなと思ってたんですけど、いや、なんかおかしいぞと。で、夜家帰って熱測ったら49度、49度のであるわけない、39度近い熱があって、ヒヤーってなって、で、最初はね、わ、これはあいつをもらったんじゃないかと思ったんですけど、でも熱はね、1日半ぐらいで下がったんですよ。だから会社1日だけ休んで、その次の日から普通に出勤してたんですけど、どうもね、その熱はないけど、なんか体のいろんなところで調子悪いっていうのがずっと続いていて、で、ご飯がなかなか食べられなかったのがきつかったですね。幸いずっと、もうちょっと体絞りたいなと思ってた分ぐらい痩せれたんで、それは良かったんですけど、一気に46キロだったのが44キロだったんですよね。それぐらい2キロ減るって、こんなしんどいんだっていうのを、なんか実感しました。もうちょっと歩くだけで、みたいな。で、なんか食べなきゃと思って夜うどんとか食べるんですけど、しばらくしたらお腹が痛くなって、あ、みたいなね、があったりとか。はい。で、会社の前の席の先輩が旅行に行かれたんで、そのお土産でいっぱいお菓子をくださってたんですよ。で、それをデスクに蓄えてて、仕事中にちょっとずつそれで糖分補給するっていう感じで日々やってて、仕事はオフィス座り仕事で、快適な環境でね、そんな。ちょっと電話出るとき喉がしんどいぐらいで、別に他支障はなかったかなと思うんで、なんとかやってたんですけれども、そのなんとかやれてたおかげで、そのなんていうか、しっかり休み切るってこともちゃんとしてなくて、で、加えて名古屋港サイバー攻撃があったのをニュースとかでご覧になりました。あれがね、物流業界端くれにいる私の方にも多少影響を、はい、及ぼしてきて、まさかそんな世界のわやわやに自分がちょっと巻き込まれるみたいなことがあるなんて考えたこともなかったんですけれども、いろんな人のいろんなスケジュールが乱れた結果、やっぱり私の目の前の電話とかもよくなるわけです。で、そういうの撮ってると、その時私が自分でやってる作業とかは多少大してそんな難しいことじゃなくても、やっぱ電話出て切って、あれ、どこまでやってたっけみたいな、仕切り直しになるじゃないですか。で、そういうのを繰り返してると、なかなか日々の作業とかが進まず、無駄に残業とかしちゃったりとかして、ああ今日も病院行けなかったみたいな、で、結局
その体のしんどいのが何かよく分からず、まあ、とりあえず今はもう全然元気にご飯をね、食べて、頭痛とかも収まって元気にやってます。不幸中の幸いですよ、その写真展の会議に重ならなかったのは。でも結局何だったのかはよく分からずですね。でも私の周りの人とかはね、なんか元気そうにしてるし、まあコロナもらったかなとか思ったけど、まあそういう違ったのかなってちょっとよくわかんないですね。でも今となってはなんですけれども、一応明日ね、そう連休最終日なんですけど、会社の仕事とはまた別にナレーションの仕事がちょっと久々に入ってまして、そう、それに行く前に、今日ね、友達がコロナの、なんていうの、抗原検査っていうのかな、まあ、検査キット余ってるからあげるっつってくれたんで、これちょっとやって、まあ、一応ね、大丈夫ですよっていうのを証明していこうかなと思ったりしているんですけれども、結局何だったんでしょうかね。とりあえず、もうしんどかった、しんどかったっす。そんなこんなで、もう全然 YouTube もアップせず、インスタや Twitter も放置しておりましたけれども、はい、もう近いのでね、ちょっと焦っております。フライヤーもいろんなギャラリーに、置いていただいてるんですが、さらにもう友達に渡したり、行く先々でこう配ろうと思って多めに印刷したんですけど、まだこんなに残ってんですよ。もうやばいでしょ、本当にね、焦り出しております。そう、ちゃんと、そうだ、お見せしておこう。これね、フライヤー DM かっこいいでしょ。最初は自分でデザインしてて、これ違うんですけどね、もっとシンプルなやつだったんですよ。で、モノクロの写真展なんで、もう全部白と黒で、黒字に真ん中にちょっと写真があって、タイトル自分の名前って感じだったんですけど、なんかこう、その自分のデザイン見てると、なんかこう位牌みたいだなと思って なんかお別れ会みたいな思いながらも、まあでもモノクロの写真展だし、シンプルに来たからこんなもんかと思ったんですけど、まあ入稿する前にちょっと人に見せたら、何それみたいな、もうドン引きされてですね。で、まあ親切な方だったんで、いろいろアドバイスをくれた挙句、プロの、デザイナーの方に最終的に渡してくださるという、結果こんなかっこいいものになってしまいました。でも人にこうアドバイスもらったり、こう何か自分が最初作ったものに手を加えてもらうっていうのはいいですね。いろいろ勉強になりました。で、絶対これ自分ではやらないなっていうのを1個加えてもらって、それがここにね、ちょっと細かい字でいろいろ書いてあるんですけど、私のプロフィールなんですよ。なんか大村麻耶、1987年生まれ、大阪府東大阪出身から、なんかいろいろ書いてあるんですけど、私の まあなんかこれまで仕事を結構変えてんなとか、行った大学の名前とか、いろいろもう個人情報レベルのプロフィールが書き込まれてるわけですね。こういうの絶対自分じゃ載せないからさ、なんか恥ずかしいし、あんまなんか若干、まあ、こういう YouTube とかで自分の人生垂れ流しててね、今更ではあるんですけれど、その住むところを転々としてたり、仕事を変えてたり、なんかね、社会人でプッツンするみたいに海外行って留学だなんだっていうのを、若干ちょっと恥じてる部分もあるんですよ。だからあえて語るってなんか絶対自分ではしないんですけれど、こうやって載せてもらったことで、まあここに載せてる写真とかは写真展に使う写真なんですけど、別にそんな、なんか作者の顔とか見えないじゃないですか。私の顔を載せてるわけでもないし。なんかそんな中で、こう、知らない、全く私のこととか YouTube とか知らない人が、これをどっかのギャラリーとかでこう拾ってくださった時に、まあ、運よくここも読んでくださって、多少、取っかかりになれば、取っかかりになれば、なんか別にプロの写真家とかでもないし、なんか物流の仕事をしてるとかまで書いてあるし でもなんか写真展やりますみたいな、こういう人もいるんやっていうのになるかなっていう。それはね、すごい、最初は恥ずかしいと思ったけど、よかったなと、こう、思いましたね。水曜日初日の、まあ午後、まあ午前中と仕事してるんでね、午後、昼過ぎからギャラリーに行けるかなっていうのと、あと週末は必ずおりますので、
よければお越しくださいませ。ということでございました。ではでは、もう皆さん、お休みになってください。私も寝ます。さようなら。